茨城県道107号江戸崎神崎線稲敷市、橋向い茨城県道、千葉県道107号江戸崎神崎線は、茨城県稲敷市から、千葉県、香取郡神崎町に至る、一般県道である。茨城県稲敷市高田の県道江戸崎、下宇佐線から分岐して、東方向へ向かい進行時交差点から国道125号と、重複して南下し、 道志高田から再び単独区間となって、神崎大橋で利根川を渡り、千葉県、香取郡神崎町、小松交差点で、県道成田下尾佐線と接続する経路とする延長、約1 3トルの一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として、茨城県稲敷郡江戸崎町を起点とし、千葉県、 香取郡神崎町を終点とする区間を本路線とする県道江戸崎神崎線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号107となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、茨城県内の稲敷市、高代稲敷市橋向井区間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、 道路用地内に電柱を建てることが制限されている。沿線は田畑が広がる農耕地帯で、茨城県と千葉県との県境は、利根川が流る。稲敷市高田の高田橋の田元付近に、茨城百景、新利根川の石碑が建てられている。福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。 ありがとうございます。